2つあるでしょ、サイコロが中に。手前が、右側が、何この怪しい感じ。いや、おい、わすゆだす、わすゆだす、これは何ざんす。はい、これね、極道市長っていうゲームなんですよ。これ極道市長っていうゲームなんですけど、怪しいっすよね。CM とかでも怪しかったんですけど、怪しすぎるんですよ。で、それで、今ね、選択肢があるんですよ。何の選択肢かというとね、ガラスに見えるぼやけた体ね、ボディラインにもう我慢できなくなってしまうって書いてあるんですけど、ちなみにね、覗くか待機って書いてあるんですけど、待機押せと言ってね、書いてあるんですよ。いきなりね、これ覗く押せないんですかね、これ覗くは押せんのかね、これ逆に覗いたらもう何ゲームオーバーですか、これ覗くは押せない、覗く押すと強制的に待機のとこ押せとこれ光るもんね、覗く押したら。何これほんなら意味ないじゃん、これ左の覗く全然意味ないじゃん、これいろんなとこ押してもね違うとこ押しても待機押せとなんじゃこれ何を開始するんだろう、いきなり。ほれほれ、何を開始するんですか、これ。極道市長さんは何を開始するんですか、これ。押せと、開始ボタン1個しかないね。押しましょうか。お、何かアップしろじゃない、これ。力いっぱいって書いてあるね。なんで動かないの？私もう帰るって書いてあるね。え？え？はい？はい？何ですか？いきなり？いきなりびっくりするわ。ストーリーがね、いっぱいあるんですよ。秘書なんですよ、これ。ちなみに。僕が選んだ秘書。3人から選べるんですけど、3人の中からこの人選んだんですよ、僕。戻れと。私と一緒に何かしませんかって書いてあるね。すっごい報酬もらえたね、これ。楽しいですよ、これ結構。今ね、まだチュートリアルのところなんですけど、これ面白いですよ、結構。で、音楽、BGM がね、有名なゲームとね、そっくりなんですよ。で、僕が選んだプレイヤーこっちなんですよ。可愛いなと思ってこれ。これ選んだんですよ。めちゃめちゃキャラクターおったんですけど、いろいろとキャラクターがたくさんいて選んだんですよ。その中でね。うん。これ。パワーアップできると。で、どんどん今ね、サクサクね、ストーリーを進めていってるんですけど、こんな感じでね、ステージがたくさんあるね。ステージがたくさんあります。で、戦いにもなる。これ。この辺はね、CM とかでよくやってる。その辺。この辺はね、画面。それ以外にも、たくさんシナリオがね、いっぱいあるっぽいですよ、これ。うん。うわ、怖そうな感じ。やばそうな感じじゃん。すごいね、この選択肢がすごいもんね。殺す か解放するか。すごいね、仲間にするかどうかって感じじゃないかな。仲間でしようかな。解放するだったら仲間になるんじゃない？あ、どっちみち行かれるっぽいな、これ。そうでもない。あ、行かれたね、やっぱ行かれたね。どっちみち行かれるんだ。内容がね、結構ね、面白いんですよ、これ。パッパッパー進んでとるんですけど。
もっとね面白いのあるんで、今からこれはもう終わらせて。秘書すごいっすね。ランキングもあるじゃん。今ランキングいくつなんだろうな、これ。めちゃめちゃ強いじゃん、一番上のやつ。1位のやつ、ぶち切りっすね、これ。解放したいわ。解放したいんですけど。何これ。一応7個って。ちょっと解放したいんですけど、いろいろ。いろんな形で解放したい。まあ、このストーリーをね、進めたら進めるほど、こんな感じなんですよ、街並み。自分でこれね、いろいろと設置してったりするらしいですよ、これ。まだガラガラでしょ。始めたばっかりなんで、これ。VIP1 じゃなくて0だもんね、まだ。1すら行ってないですもん、まだ。結構いろいろあるんですよ、これ。なんかね、やりがいはあるんじゃないかな、思うね、これは。まだまだこれからっすからね。投資センターとかあるでしょ。警察署、レベル1。建物建ててくんだ、これ。これ、コイン使ってあげるの？これは。これ、可愛いキャラは最高っすね、これ。うわ、すげえおるじゃん、意外と。多いね。これは多いわ。うん。人数が多い、秘書の。秘書の人数多いね。なんかどれもいいっすね。ジェマ&ジーナってこれだけ2人なんだ。わ、すごいいい感じ、これ。これはね、面白そうだよ、すっごい。めっちゃ面白そうっすね。他は建築してくれと。レベル上げてくれというか、ことだね。いろいろあるからね、アイコンもあるじゃん。アイコンはやっぱ金でしょ、これね。まだね、解放されてないけどね。金でしょ、金がいいよね、一番。これいいっすね。カジノ侵略者、なんかやったらもらえるんだね、これ多分きっと。まあ、いろいろ頑張っていこうかな。いろいろ頑張っていこうかな、これ。すごいよね。秘書のデート。私と一緒に遊びに行ってくれませんって書いてあるね。選べるんだ、これ。すごいじゃん。もちろん望むところだよにしようかな、これ。いけるんかな、どっか。でも僕が選んだ市長はね、女なんでね、女と女になってるな、これ。喜んでって書いてあるけど。このバーだね、バー。どうやって行ったんだろう、このバーに。リラックスして。リラックスして？二つあるでしょ？サイコロが中に。どっちがどういう風になったんだ、これ。手前が、右側が僕っすかね、これ。J の酔い度が上に書いてあるんで、酔い度がね、100になったらレベルが上がるんかな、これ。おぉ、もうねえじゃねえか、お前、アイテムが。いいとこでなくなったかや。あ、これいけるんだ。これいけるんだね。あと2個いけるんだ。持っとるわ。いけそうじゃん。酔い度マックスになりそうじゃん、これ。勝手に選択されたな、これ。1000ゴールドを消費して、何これ？選択して、消費して選択しますか？金足らんじゃん。おい、おい、いいとこまで来て金が足りんぞ、これ。どうなっとんの、これ。130個しかないじゃん、金貨。全然足らんじゃん、これ。全然足らん、
足らんじゃんこれ。スイートルームじゃなくていいんだけど。ちょっと、おい、一室しかないらしいぞこれ。なんだよ、やってみたかったなあれ本当ね。お、引き止めるとこあるじゃん、すっごいね。なにこれ。どこに行きますか。選べるんだこれ、いろいろ。ビーチ、映画館、映画館鍵かかっとるね。バー、商店街、レストラン、個室、個室、レストラン、商店街、バー、バー行ったもんね。ビーチは何この怪しい感じ。画面をタップしてゲーム開始。何このゲーム、すごい日焼け、日焼けのオイル頭にかけたのかなこれ。日焼けのオイル、あ、すごい勝手になりだした、勝手にやっとる、勝手にやっとる。あすんげえ、何これこれ怪しいぞ、怪しいぞこれ。ボス丁寧にまんべんなく塗ってくださいって書いてあるね。ボス手つきが上手って書いてあった。ボスマッサージしてくれるって書いてあるけど、で右下にモムっていうボタンがあるんだけど、勝手に手が出てきたね。ボスもっと気持ちよくしてよって書いてありますけど、どうやってやるのこれ。すごいねこれ、なんなんだこれ。これで何がパワーアップするんだろうねこれ。おお、すごいすごい、勝手になってるわこれ。あ、動かすと動くんだこれ。あ、ばいばいばい、時間制限あるんだ。ちょっとサボったら失敗したわ。あかんわ、失敗したわ。あれ真面目にやらなあかんわ。真面目にやらないかんやつだあれ多分。マッサージオイルまではちょっと良かったんだけどな。あれ、まだ帰りたくないんだけど、まだ帰りたくないんだけどな。終わっちゃったよこれ。もう一回いける。あ、もう無理。あー、これなんだよ、終わったのか。終わったじゃねえか完全に。まだ帰りたくなかったんだけどなあれ。まあ町をね建設していくと、美女がね、秘書か、うん、美女か秘書かようわからんすけど、美女か秘書がねどんどん増えるっぽいっすよこれ。どうやって建設するんだろうこれ。でもどんどん建設していくっぽいんで、これね、これからどんどん進めていこうかな思います。まだ更地なんでね、いろいろとやれることもねたくさん多くなっていくっぽいんでこれ。うん、映画館も行きたいしね、いろいろとやりたいしね、個室も気になるしね。なんか喋っとるわ。うん、これ楽しいと思いますよ結構。無料でインストールできますんで、で中にはね課金あるっぽいんですけど、まだ僕はね、僕は無課金でやってますね。課金するタイミングがあればねしたいなと思いますよ。まだ改築できますんでね、いろいろと。はい、ということで今回はねこの辺で終わりたいと思います。次回またこの動画ね、こちらの動画、極道市長、うん、こちらの動画期待しててください。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。